character. Hanzai. Nine the Phantom. Ahaha, 戻った。戻った。え、アクセラナインの大会なんかやってくるやろうなんかはな、結構好き。こいつが大会出てきた時の怖さやばい。レイチェル、おしゃれか、もしくはイタリアか。いや結構弱体化してるよ、結構弱なってるよ。特に風関係がやっぱり回復遅なってるし、墓がそんな減らんから読み合う回数が1回増えとるし、まあまあかなり、そう、まあ、ダリアは買ってないんですけど、多分ダリアだけが生命線みたいな。ゲージ使わないといけないんだけど、だからゲージガーキャンに回せないなっていう、そういう結構ジューベイと同じとは言わないですけど、そういう同じ悩みを抱えてるはず。ジャンビーがなんか、いや風遅なってないんか。まあアイビーブロッサムがちょっと弱くなったと、シルフィードがまあ受け身に使えなくなってぐらいか、防御面で弱くなったのは。まあ立ち回りがそんな変わってないから、そんなにこう弱くなってないっていう風に思われるかもしれないですけど、レイチェル使いからしたら結構来てるはず。ジャンビー冗談だったのかな。なあ、いや別にレイチェル使ってないから分かんないけど、椅子ってまだガープラあるのかな。椅子にガープラなくなったらこいつ本当に何もできなくなっちゃうよ。あれ、アクセラがなんか今ナイン見えたんだけど、今アクセラナインが見えたんだけど、あれ、迷ってる迷ってる。いやー頑張って。俺アクセラナイン好きやったよ、俺はアクセラナイン好きやった、覚えといてくれ。ガードプライマーはあります、あります、全然あります、まだあります。
まあ頑張ってくれやって感じ。まあそもそもゴフレからなんで、まあそんなに間空けなければ割り込まれる、まあこすりに負けることもないかなっていう。いやムカつくのは確かなんですけど、いやなんかレイテル椅子あるじゃんみたいな、いやなんかまあ1位でこすれるからこう、いやなんかムカつくのはしょうがないけど、しょうがないけど、なんかラグナとかもさ、なんか今さ CID ばっか打ってくるやつがムカつくじゃん。どういうことだよ何がことだよかわかんないけど、俺が伝えたかったのはそういうことだよ。イカれた6円も健在ですね。イカれた6円もあります。もう完全にね、このハゲーって感じ。このハゲー、このハゲー、違うだろーって、違うだろーってやりたいわ。エルまあ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  6A が弱くなるとはまあもう僕は期待していないので、だからもうあれよ、だってレイチェル弱くしようって言ったらもう本当にダメージを下げて読み合う回数を増やして、だからまあジャン A 中段当たったとしてもだからっていうような調整をやれば多分レイチェルって消えるんですよ。レイチェル好きなやつ以外消えるんすよっていう調整は IB ブロッサムのせいでできないじゃないですか。あれはもう固定でダメージが取られるっていうやつやから、だからどこを弱くしようかなっていうと、多分風をの戻りをめっちゃ遅くして、なんかそんなにもう風使ってられへんわぐらい、でも OD 使うとまあめっちゃ回復するよくらいなんやけど、まあ、そんなことしたら多分まあ同じことになると思うんですけど、なんやろな、レイチェルと対戦してるやつとレイチェル使いが一緒に納得する調整ってあんま難しい、難しいっていうかありえへん、かなり難しい。まあしょうがないですね。まあ今回はでもこれでいいんでしょう。バランスが非常によろしいと見える。まあ今だってね、エスキャラ上げろって言われてもそんななんか思いつかへん。あーこのキャラダントツ頭抜けてるわーっていうのはあんまりない。まあ白面でさえまあまあでもなーみたいな、まあ白面でさえまあでもなーになるから、今の白面でいやでもこいつあれだろみたいなってなっちゃうから、まあそんなにライチの火力がちょっとやばいぐらいか、立ち回りキャラなのに。いやライチ使ったことないですから、全然立ち回りかどうか分かんないですけど、まあ誰が強いかっていうと、誰が強いかっていうか、まあなんかこいつ強いんちゃうかなぐらいで言うと、なんやろうな、エスとライチと、まあ、白面と、ぐらいじゃない？なんか今んとこなんかその対戦、まあアテナ全然そのまんべんなくキャラがいないので、大体みんな最強キャラか準強キャラ使ってるんで、あんまりそういうのいないんですけど、まあほんまにみたいな感じ。まあ言うてみて、バランスいいっすね。バランスは確かにいいはず。だからそんなにみんな今んとこそのキャラ死ねみたいなってのはない。まあ S ぐらいかな。イカれたジャンビーは現在名誉いざなみだ。うわーでかーい、でかーい、説明不要。
レイチェルは最強クラスの乾杯のどっちかなんですけど、そうなんですよね、なんかドライブが強すぎるから、ドライブが強すぎるから、なんかドライブとロベリアである程度その立ち回りがもう完成してしまってるから、まあなんだろうね、ね、ね、弱くしようと思ったら、なんかどっちかを弱くしないといけないですけど、まあねえ、レイチェル難しいわな、このキャラな、開発的にも結構困ってるんじゃないかな、レイチェルクソって言われてもいやーみたいな、もう頑張ってくれとしか言えねえよって、白面の柳が全然慣れない、あーそうね、あれ慣れないね、いや俺白面のせいでイザナミやめようと思って、いやもうこれ無理だって、お決めできないもんそもそもって、やめようってやめようと思ったんですけど、じゃあやめてどこ行くのって言うとラグナしかないんですけど、ラグナもラグナで結局白面結構きついんで、まあどうしようこれみたいな、エッセス何がそんなヤバいんです、イザナミ的にはジャンビーとか、なんかそのジャンビー振り回せる範囲がめっちゃ長いのと、あれ変わってないんやっていう、あと波動拳の隙がなさすぎるから一瞬波動拳出るんですよ、へへへへって言って、シュ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 って言って、はははみたいなで波動拳を空中で2回ペッペって打った後に、かぐはんじゃないんですよ、あれスキルすり抜けて、いやジンとかってあの空中で波動拳打ったら、まあまあそんな高くない限りはあのすり抜けてしまえば、まあかぐはんっていうか、いや、まあ、ふまあ最悪でも不利じゃないですか、キャラはね、あの残空はね、あの残空波動拳ね、2回打った後にね、それから即ジャンビー打てるから、マジでみたいな、いや、すごいんですよ、ほんと、すごいっすよ、あれ、え、これ修正されてねえんだっていう、波動拳か、いや、俺的には波動拳、ジャンビー、昇竜拳か、やっぱ強いっすよ。まあ、俺がイザナミ使ってるだけかもしれんけど、昇竜拳の横の判定が長いから、ラグナ君の昇竜拳を下げれる距離で下げれないんですよ、何やろ、ここ立ってたら昇竜拳当たらへんから、あららげ自動的に当たるみたいなってのが S には、まあ、なくて、まあ、ギリギリその立ち火先端ぐらいなら昇竜拳で当たらないんですけど、だからイザナミの立ち火先端ぐらいで待ってれば相手がダッシュ昇竜拳してこない限りは当たんないんですけど、まあ、S の昇竜横に長いから当たるんですよ、マジかーとか言って、でこれ以上ちょっと離れちゃうと攻め系っていうかできなくなっちゃうから、どうしようこれみたいな、いやほんまにね残空強いっす、あれ波動拳多分何だろう、ね、なんだっけ、パロミルスじゃなくて、トリスタンじゃなくて、なんかね、自己強化技があったんですよ、パージュバルだっけ、パージュバルは、あ、ブルーの、いやそれ波動拳、パージュバルだっけな、パージュバルが今回どうなってるかなっていう、あれちょっと性能知らないんで、でも今作の S のムカつきポイントはちょっとまだ分かってないんでね、前作 S のとこが変わってなくて、はぁ、こいつなんて変わってねえんだってイラストに伝わってるだけだから、本作 S 何が変わってんだろうな、シャガディ硬直を減らしました、マジかよ、前で S 戦マジ切れそうになった、いやそれ多分 S も切れてるよいや、前 YS は俺どうか知らねえけど、多分 S もそれ切れてるブルキャーのランクの話してて、キャーのランクの話してて、うん、そう、まあ今んとこバランスいいよねっていう話になって、まあせやなみたいな、でもまあムカつくキャラ、まあ強いて言うならばやっぱマイとか、マイじゃないわ、エースとかライチとか白面ぐらいかと、
そげんこと言われちゃってね、スタモンだってね、頑張ってるっちゃね、頑張っとるっちゃんね、いやいやいや頑張っとるっちゃけんの、ちょけんの、いやおう The wheel of fate is turning. Rebel one. Action. うん。いやでもその前にさ、いや何これ勝てねえんだけど。なんか勝てねえんだから終わりだね。面白くなっ。勝てない。面白くない。それだから最低でもさ、3人の身内がいてさ。しかもそのうち1人は同じぐらいの実力で、そのうち1人は多分自分より上か下かぐらいだ。もういいじゃん。いやいいじゃん、お前もう425戦ぐらいやってんだろ、分かるよ。もうダメだって、あのキャラダメだって、いい加減ダメだよ。うん。いや、完全に嵐が消えるやつだ。シュワシュワシュワ。いやー、まあまあ、だってアズライル戻るでしょ。いらないでしょ。サノーも微妙やで。いや、なんかね、一部キャラはめっちゃきついの、ニュートかライチとか。でも、まあ他のキャラは普通で、でも全キャラ共通して言えんのが、開幕捕まったら終わり。いや、ほんまに、ほんまにこれ。いや、ちゃうやん、ジューベはまだ中央でこかされても爆発するからあるやん。まあ弱いねんけど。いや、ついサノー、サノを使っていい。いや、あね、オーディ吐くしかない、うん、オーディ吐いたら一時的に勝利権レンタルできるから。いや、あのね、あ、まあまあまあ、だそれあのもう2式取ったら、あー土台に上がったみたいな。よし、はい、これからステージスタートだぜみたいな感じで、2式取るまで取ってしまえば、まあ取るまで10米かな。そう取るまで10米で2式取って1式3まで取ったらラグナになる。そうよし、ラグナのブラッドエッジだってで、7式まで取ったら バレットになって。で、なんかそのどんどんキャラが変わっていくから面白いよ。気のせい、それは気のせい。あれ、俺かかってる。あれ、俺かかってる。なるほど。これあれか、スイッチングウィンバックか。一流のスポーツ選手は闘志だけを引き出す方法を持ってる。あ、でもね、真面目な話、楽しかったよ。めっちゃ楽しい、あれ。まあ、お祭りキャラだし、まあ、火力が高いから、そんなにストレスがないっていうのと、そう。で、コンボがさ、技を解放どんどんしていくから、そう。で、今のその自分の位置から、何ヒットしたらここまで行くから、ここで D ボタンを当てるルートを考えるっていうのが、そう、あれが一番面白い。いや、すごいわこれって。ね、あいつちょっとメンタルヘルス通ってきてるよ。いや、でもなんでさ、あの玉井さんに入るのかな。あ、相手が悪いよな。
俺の相手選べよって感じ。いやだってそこにフリムラとか転がってんじゃん。いやなんかもうちょっといるじゃん、なんかさ今のその準備運動をさするためのなんか相手みたいな。それをやはりイワシさんとやるとさ、あのプレイヤー性能がどれだけ足りてないかって分かっちゃうから。まあ、格ゲーで勝ってな聞いてなかった相手が急に格ゲーしてもまあ勝たれへん。そりゃそうよ。いいよ、なんか かわいそうになったからブルボンのチョコチップクッキー食えよ。これね、俺の姉貴が好きだった。俺がいつも中学校から帰って帰るっていうか、あのいつもパソコンの横にこれがあんの、こうやって。であのパソコンの排気熱のとこに置いてあるからさ、ずっとなんか生温かいの。これが好き、なんでこれあったけえの。いやこれがいいんだよって言って、いや気持ち悪かったんだけど。そう、この姉貴今どうなってるか知ってる。こういうのいいか、こういうのいいか、こういうのいいか、やめようか、こういうのはやめような。あーはいはい、ブルボン買おう、ブルボン食べようぜ、ブルボン食べようぜ、チョコチップクッキーまあ俺のアレキの分も食ってくれよ。あかん、これ YouTube に上げるの忘れてた。あかん、これ録画中やったわ。何の話してんや俺、グレイブルの話しなかった。まあでもそのもちょっと悩んでたんですけど、まあこれブレイブルの話じゃないんですけど、動画をまあまた上げようかって話になった時に、まあ需要はあるかっていう。まあ大会は全然上げるんですけど、あの対戦会の動画をまあのじ合いだから、のじ合い詰め合わせみたいなのを上げて、まあいるっていう、いるか、いる、なんか海外勢が何を望んでんねやろなーっていう。まあ、海外勢のためってわけじゃないけど、いや違うな、海外勢のためやねんけど。おわー、なんやろな、なんかうーん何が言いたいかわからなくなってきた。定まってないわ今。まあ YouTube 対戦会の動画上げようと思うんですけど、まあ、とりあえず初回だけ上げて、まあ、今日のだけ上げてちょっと様子見て、まあ、どうなるか。俺は需要ないと思うんですよ、まあ、そもそもの試合やし、試合の試合結果なんか正直どうでもいいし、
まあそれなんか自分の見返したい試合とかがあればねいいんですけどね。まあ一番見返したいのって大会の動画やから。わあ、なんかこんな動きしてるわけ。うわあ、やる、やるけどなんもねえな。状況が悪すぎる。ガードして攪拌でよかったね。今回そういう判断難しいな。あテルリンレンゴマーテルリンレンゴマもうやめておきなさい。レベル3アクション。配信ありがとう。いえいえ、どういたしまして。いやー、人から感謝されることをやってしまうんだよな、やっぱりな。まあそういうとこあるよな。あれ、ボディ、あー、すげー、めっちゃ近い、このハンド。ほら見えんわ。お、ユーベ勝ってんじゃん。俺やで、あとあんた、いやいやいや、仕事しなさい。何あなた仕事中にニゴニゴ生放送見てるんですか。あなた職場の人たちみんなに怒ってるよ。ニゴニゴじゃないよ。あでもね、そろそろちょっと喋りすぎて俺顎痛なってきた。めっちゃ顎痛なってきた今。今日途中で誰かに変わったりしてないから。いや、なんか最初の方だけマウシー変わってもらったけど、まあ、ほんまになんか10分20分ぐらいやからもうね、顎痛い、やばい。人こんだけ喋ってたらめっちゃ顎痛なんでんな、やばいわ。すごいなんかね、顎の
付け根あたり痛いんですよ、耳の前ぐらい。すごい、2時間喋ってたら人間こうなんねえな。耳の付け根あたりや、耳の付け根あたりめっちゃ痛いわ今。さっきちょっとチョコチップクッキーのせいかもしれへんけどめっちゃ痛いわ。 FGO したい、ははははは。これ YouTube に上がるんですよね、これ YouTube に上がる、俺がこの後 YouTube に自分で上げるんですけど、いやー感動的だなーって感じ。いやこれ絶対なんか言われるんですよこれ、あの俺がこうやってダベってるのがあのうるせえとか、こうダベってんのうるさいから実況なしにしろやとか、うるせえとか言って黙っとけとか絶対、いや絶対ね、一回コメントが来る、絶対来る、俺は信じてる。何これ、なんすかこれ、お土産っすか。あー、はい、岩田さん、チョコチップクッキーあるよ、岩田さん、チョコチップクッキーあるよ、買ってきた。イベントのウェイブが可愛い。おい、いや漆黒と並びうる器を持ってるな。あなたは漆黒クラス、あなたは漆黒レベル。まあメイブ自体がそんなに好きじゃないというか、メイブ、いやだって漆黒も別にメイブが好きなんじゃなくて、さくらあやねが好きなんでしょ、あやねるが好きなんでしょ。だから結局スパルタクスとかにさ、いやなんかじゃキャラ絵がスパルタクスで CV さくらあやねでもいいんでしょ、そういうことでしょ。だから目を閉じて声を聞けばあやねるがいるんだから、通常のメイブは微妙やけどこのコスはあり。なるほど、まあイベント終わりぐらいに実装来たらいいですね。クラスがわかんないですけど、まあライダーじゃないでしょ、まあ、もし実装されるならば。おお、キック。いや、FGO の話しようぜ、FGO の話。マッシュみたいに障害ワンチャン。いやでもさ、いや記念すべき、まあ1体目がマッシュキリエライトってのはわかる、誰だって大事にしてる、あのキャラ多分今んとこマッシュ嫌いってやつはあんまいないと思う、いないと思うんだけど、まあ、2番目にじゃあメイブに障害しますって、じゃないそこみたいな、何故メイブみたいな感じじゃない。てか衣装替えだけだったらねえ、まあワンチャンあればいいなって感じだけど、まああるかなあるかな、ガチャがいい、バカ野郎が、おめえが引け、俺は50連してんだよもう、俺はもう50連回してんだよ、バカが、バカがどボケがバカバケがってなったけど、あおお、てん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 、あおべもね、あいつ結構かわいそうっすよね、でも他のやつらみんな直感強化されてるのにさ、まあ、モーブルっても強化されなかったけど、ね、あの自分の色違いとかがね、直感強化されてんのに、まあ、あいつはまだ強化されてんだなって、
いや第3スキルでさ、だって今第1スキルカリスマまあわかるわ、第2スキル、まあ、魔力放出まあわかるわ、それはいるわ、第3スキルなんやろなってパッて開けたらねえ、直感スター大量獲得いるかこれって。いやそれはレベル上げたらいるやろうけど、要所要所使うんすけど、いやまあちゃうやんみたいな、なんかなんかちゃうやんみたいな、なんかもうちょっとなスター獲得あってもええけど、もう一個ぐらいなんか欲しいなっていう、スター獲得プラスねえ、なんかあいつ結構設定いっぱいあるんだからさ、なんか乙女の過去とかあるじゃん、泉の乙女の過去とか言って、あいつプール入れないじゃん。いやあいつなんだっけなんかの湖の乙女の過去があるからプール入れないのよ。あ、水浮いちゃうから、 あいつ水の上歩けちゃうから、プール入れないのよ。いやそう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 、なんかね、すべて同期に東京とかね、あんなんでいいじゃんっていう、13無敵風とかね。いやでも今でこそだから無敵貫通とかあるんだから、その無敵貫通をなしにするみたいな、だから無敵貫通すらもカバーできちゃう無敵を味方全体に貼るとかでもいいじゃん。でプラススター最良獲得、いやそれ強いなみたいな、強いなっていうか、まあかゆいところに手が届くなみたいな感じになるじゃん。直感アニメでは回避用にしか使われてないんだけど、ああまあ回避でもいいよ、まあ確かに確かに、ツバメ返しとかね、なんか避けるように使ってたような気がする。まあ直感もだから俺回数回避とかでいいんじゃないかなと思うんだけどな、それ強くしすぎかな、さすがに強くしすぎか、アサシンハサンとかのタッツ面目なくなるか。いやいいと思うんだけどな、なんかそのアーサーを基準としてなんか、いやなんかブルーアイズホワイトドラゴンみたいな感じでさ、遊戯王のさ、なんかあれをそのあの攻撃力を、まあ、基準として3000を超えるか超えないかぐらいで強いカードか弱いカードが決まるみたいな、2500とかのやつらは、まあ、効果がすごくいいからみたいな。青ペンギンはかわいそう、あれも多分誰からも覚えられてないというか、いまだに何やろう、いや俺ツイッターでよくさ、なんかその俺このサーバント好きなんです、俺このサーバント好きなんです、私このサーバントってあるじゃないですか、あれね、アルトリア、セイバーアルトリアを見たことがない。セイバーアルトリア好きやから使ってますっていうやつ、俺未だに見たことないです。結構ツイッター回ってくるはずなんですけど、まあ未だにすごい、まあこれすごいですね。なんかブラド3世とかの方が全然回ってくるもんね。ブラド3世好きなんですぐらいの方がいっぱいおるから。なんかな、あかんのかなあれな。絆銃にしてる。お、素晴らしい。素晴らしい。僕の絆銃は孔明とタマモキャット。お前周回だけしとったやろって。あ、じゃあ孔明、タマモキャット、ベリビエールって。孔明タマモキャッターわかる、でもベリビエールお前好きなんやなって感じじゃない、ストーリーに出てこないし。いやいや上杉アルトリア出れただろ、上杉アルトリアだよ、王道すぎて逆にってことだよ。確かにね、確かに、いやなんかみんな好きじゃん、いや好きじゃないかもしれないけど、好きな人が多すぎるっていうのはちょっと逆にダメな可能性ってのは、まあなんか なんとなくわかる、普通のアルトリアさんがまだ引いてない、あーまあ今はせやな、まあ、序盤はやっぱアルトリアから始めるやつとか、まあ、リセマラしてアルトリア、ブラド、ね、ジャンヌとかあたりから始めるかってやつは多かったけど、まあ
確かにな。まあ確かに今こんだけ増えてたら引きづらいわな。正月とか2周年の福袋で1回引けるかぐらいか。アルトリアとニドグリスだけ。ニドグリスはまあまあ周回でしょ。やっぱ好きな人もおるかもしれんけど、まだ絆10いない。いやーやり込みが足らんね。やり込みが足らんねえ、まだね。君はまだFGO をね、初心者なのかな。まあね、まあ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 、まだそこ絆10、まあ僕3体いるんですけどね。いやーまだそこな。あーいやまあまあ頑張ってくれたまえよ。まあまあね、頑張ってね。好きだけど声に出して言うほどではない感じの人が多そう。あいやてかまああのあいつが輝いてた時期ってもう10年以上前なんで、 10年経ってるからもう、まあ、結構前なんで、まあやっぱりちょっとねえ、まあ今更感は確かにある。漆黒エースいる？いやあいつは直帰したよ。仕事場から帰ったよ。福袋で出して反応に困った。俺今年の2周年福袋、ニコラテスラでした。一番困る、やめてくれやつって。いやニコラテスラ出て、あーマジで外れたこれっつって、うわやっちまったわとか言って、わーまあマジやったわけで、うわーもうふざけんなやーって思ったら、まあ、今回のイベントでニコラテスラボーナス入ってて、うわーうわーみたいな、なんかこうなんだみたいな。え、まあ、水着さんは揃ってるから別に嬉しくねえし、いやまあ確かにね、あったら困らんけど、まあ、別にあっても困るみたいな、あっても困るというかなんか、まあお前はもうエジソンとなんか向こうで喧嘩しとくよみたいな。イザナミとの絆はどれくらい？ 3? 周回最強キャラ、せやな、ニドクリスは周回最強キャラ。あれちょっとデッドランクさ、あれ計算してみたけど、なんかレベル10にしても何倍 45% とかじゃなかったかな。あれ結構まあねえ、確率低いんだみたいな。これ80ぐらいいくのかなと思って、そんなことねえんだって。リセマラで初期ニュースですわ。うわー、ニトクリス、アルトリア、ニトクリスはまあ、ね、星5と4やからいっぺん出てもおかしくない。福袋は師匠出たわ。おおおお、いいじゃん、いいけど、お前それを俺の前で言うんか。ニコラテスラー引いた俺の前でよう言うたな。ダヴィンチちゃんよりマシでしょ。いやダヴィンチちゃんの方がいいでしょ。ダヴィンチちゃん俺欲しいよ。いやダヴィンチちゃんなんでこんな欲しがってんのって。俺ダヴィンチちゃん結構好きだから。いやダヴィンチちゃんの方がいいよ、欲しいな、いいな。ニコラテスラーよりだって画面綺麗じゃん。コンバージョン S 被害者聞く。まああれはね、さすがにアンソン・ハザテルは、アンソンさんは今日は仕事ですね。コロメンさんは、あいつはまあ三国大戦やってるんで、そもそもホーク5だから即死悲観でも周回回せる。あー素晴らしい、ニドクリス周ホーグレベル5、素晴らしい、非常に。おわ、え僕今日ピックアップすり抜けてアルナだった、やば。いや俺もなんだっけ、電子の海のあれあったじゃん、CCC のイベント、CCC のイベントで、メルドリース出て、あーメルドリース出たよかった、まああと1回10連回すとかポンって回したらもうあれですよ。
もうアルジュラ出てきて、あーまあホーグレベル2やったーぐらい。謎のヒロイン X オルタでした。いいじゃん、ふざけんなよお前。お前そういうこと言うなよ。そういうこと言うからお前ダメ、それやめろよな本当さ。やめさ、やめろよそういうこと言うの。バッキー、いや俺ニコラテスラだぞ俺。ニコラテスラ出たんだぞっていうやつのさ、なんやめろよなそういうこと言うのさ。本当よくねえよマジで。お前絶対友達いねえよ。ポンポンポン。メカセイさんじゃん、これ。ゴーダさんも奈良県民ですか。いや、違います。すり抜けてわしもブラード3世来たわ。あー、ブラード3世ね。ブラード3世も、強化めっちゃ来てるから、ねえ、いいんすけどね。あいつはちょっと立ち、なんやろ、あいつ立ち位置安定しねえよな。なんかいろんなやつがさ、なんかアースパに使える使えるってんだけど、いや別にアースパお前入れてかねえよって。なんかアースパでなんかそのブラドを生かせるよって言うんだけど、いや別にアースパお前入れないしみたいな。ポンって鳴るたびにジューベイがコンボ食らってる。あの俺ジューベイ見つけたんですけど、なんかないかなと思って見つけてたら、なんやな、あのジューベイ移動投げあるって聞いて、そうなんやって、でまあやってみたんですけど、移動投げミスって 6B キャンセル投げになったんですよ。で、あの 6B とか 6A って青い残 A 出るじゃないですか。あの青い残 A を出しながら投げれるんですよ。うわすげえみたいな、これやばいぞ見つけたねっつって、見てこれ青い残 A 続きながら投げれる、かっこいいっつって終わり。俺の10秒あれで終わってしまった。すっげえこれ、こいつ投げるとき引かんでーっつって終わり。はい、ああ10名面白かったって終わった。まあニコラデスラもね、なんだっけ、宝具強化だっけ。まあ宝具強化来てたからいいんだけど、まあそんなに、いやだってさ、いやこれがね、普通のガチャガチャで、まあ水着じゃなくてもさ、いいけど、不夜城アガルタの女ピックアップキャンペーンとかさ、アガルタの女ピックアップキャンペーンってやったーって、いやこれでまあ回して、なんかね、そこでニコラテスラが出てくるなら、まあええわって、欲しごやし、ハムネではないわ、まあええわ、許したるわけになるけどさ、福袋やね、福袋でニコラテスラ出て喜ぶやつ、多分地球上に一握りやね、片手で数えれんで、強化投げとしてツイッターに投稿して、中尾さん怒らせましょう。いや、中尾くんだって同年代だもん、俺、互いに面識はないんだけど、同年代だから、あんまり、俺は中尾くんと仲良くしたいもん。俺長尾くんと仲良くしたいもん俺。俺長尾くんと仲良くなるんだもん。いやでも向こうはね、あいつみたいな。闇袋。そう、いやほんまにあれね、マジでショックだったわ。いや俺のような運を持っていれば、俺のような運を持っていればやはり。まあ福袋でジャンヌオルタぐらいは引けるだろうと思ったんですけどね。まあニコラテスラでしたわ。いやまあジャンヌオルタか、なんやろ、ジャンヌオルタか、まあ俺の個人的に欲しい、まあ、謎のヒロイン X オルタか、ギルガメッシュかな、ギルガメッシュが出ればよかったかなと思ったけど、まあそんなうまくいかないよな。うん、分かってる分かってる、知ってるよ、俺はもう全然割り切ってるから、自己完結できる男なんで、僕はもう